さ。で、町柳。やってきましたね。あれ、なんか列車変わったりになったら思うかもしれませんけど、3条で連絡があって、こっちの方が早いよっていうことでね。一瞬特急なんでいかんいかんと思ったんですけど、そう。近鉄沿線だとね、特急イコール、有料列車のね、イメージがあるんで、一瞬、特急やったらあかんやんと思ってしまうけど、そうだ、せっかくだからね、ターミナルしときましょう。すごいですよね、ダブルデッカー。こんな、豪華な車両が。ちなみに、淀屋橋行きって、一面二線なんですね。端っこの駅なんで、もっと、あれなんかなと思ってましたけど。北浜淀屋橋です。祇園市場には特急が先に到着します。ああ、この一面二線これだけで騒いでるんですね。そう考えると結構京阪ってすごいな。ターミナル。そう、またしてもね、後ろ側の席の方に行きましたかね。はい、ターミナル。まあ、また京阪ターミナル完全制覇はまたやりたいですけど、なんやかんやでもう、ほぼほぼ主要のターミナルは抑えちゃってんだよな。さあ。もう淀屋橋行きに変えてあるんだ。早いですね。さすが大阪ですね。まあ折り返し時間も短いですからね。さあ。ね、こんな感じなんですね。手持ち柳。まあ、ここからエーザー電車でね、奥の方にも行ったりもできますけど、本数はまあやっぱ多いよね。この本数、1面2線でさばいてて、しかも折り返しありで、1面2線でさばくて、まあまあすごいね。お年寄りやお子様連れの方は手をつないでお乗りください。じゃあね、ここからね、下鴨神社の方に行かせていきましょう。ああ、結構混んでる。そうね。へえ。IC 専用タッチ。280円。で、なんだこれ。へぇー。こんな動くほどみたいになっとるんや。こっちは営団電車の乗り口なのか。出口もあるよな。よいしょ。とりあえず、そこに乗って。あ、うん。トイレ買いよ。トイレどっかにねないか。エレベーター置く？置くにエレベーターあんだ。なんかすごい構造やな。あ、こんなとこに。